はい、皆さん、指揮者の原田圭太郎です。今回は吉松さん、作曲家の吉松さん、僕が今描いている吉松さんのサウンドをこうやってリハーサルでいろいろとやってますけど、なんか気づいたこととか、僕がやってることになんかコメントがあったら。いや、嬉しいですね。30年ぐらい、だから僕はちょうど原田さんぐらいの年に書いた曲なんですよ、うん、ほとんどね。だそれをその、まあ、年齢、まあ、息子みたいな年になるんだけど、うん、そういうこう年代とか世代隔てた演奏家たちが、まあ、オーケストラもそうなんだけど、うん、やってくれるってこと、本当にね、長生きしてよかったなと無駄に長生きしましてよかった。いや、もう僕にとってはやっぱり作曲家がそこのリハーサルの空間にいて、もう聴けるっていうことがもう本当に宝の時間で、うん、もうこれだけの、ね、もうフィードバックをすぐにくれるっていうのはもう本当にオーケストラにとっても本当に財産だと思うし、オーケストラも僕面白いと思ったの、今みたいにね、うん、なんかどうやって演奏しましょうかったら勝手に自由に弾いてって言うんだけども、うんうん、それはもう楽譜通り完璧に弾ける人にしか言えないわけ、まあね、楽譜通り弾けない人にそんなこと言ったらめちゃくちゃになっちゃうからね、うんうん、でそういうこと言えるようなオーケストラであり指揮者でありっていう世代になったっていうのが嬉しいな。特に現代音楽の時代は本当に演奏するの大変な楽譜みんな書いてたんですよ、うん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 、僕の世代もそうだし先輩たちもこんなに弾けるかっていう中でやってたの、今普通に弾くようになったからね。そうなんですねそれは嬉しいと同時に、そういう世代に向かって言う、こう指示するときはまた違った語彙が必要なのかなという、今回のところに今回ね、このビデオを見ている方には一つ言っておきたいのは、まず初めに僕は一人でそのオーケストラのリハーサルしてるんですね。で、自分が思う吉松さんのそのサウンドとかオーケストラのそのバックボーンになるストラクチャー、フレームワークをまず作って、で2日目に吉松さんに入ってもらって、まあこういうことを昨日作り上げたんだけどどうかなっていうふうに、もうピンポイントにね、30秒ずつだったり1分ずつのね、フレーズからやっていって作っていけるので、リハーサルとしては僕はすごくね楽しいのよね、うん、やって、で吉本さんがうん違うって言ってくれるとあ、よかった違うんだ、なんかこうやって工夫できるんだっていうことが、何でも言わない作曲家もいるしね。そうなのよ、うまく言う人もいるけど、そうね、完全にお任せしちゃう人もいるし、うん、それは微妙なとこだな、うん、ただね、嬉しいのはやっぱりこうロックの話とかジャズの話ですね、うんうんうん、これロックのあんな感じよとかジャズのあんな感じよって分かるじゃない。まあ確かに、うん、私はもう誰一人そんなこと何それっていう感じでね反応もしなかったんだけど、分かるからね、それは嬉しい。確かにね、いやもう本当に、いやなんかたまたまだけどそういう風なね、ルーツと共通点がある、興味の音楽が似てるっていうところはね、すごくラッキーだなと思ってますね。今回の曲もそうなんだけど、うん、エマソニカのパンが出てくるでしょ、うん、ギレーバンズ出てくるでしょ、ギレーバンズですよねそういろんなジャズとかロックのものが出てくるんだけども、うん、当時はね、またそういうことに反応してくれる人がいなかった、うん、リズムをオーケストラでやると全部春の祭典ねって言われちゃうんですよ、ね、ああ、それしか知らないからね。そうではないよね、そうじゃないんだけどね、うん、やっぱり作曲家としてそのなんかね、演奏家の僕とであるなんか人間とコラボするのってどういう感じですか。なんかコラボしてて楽しいとか、うん、コラボしてあうまくいかないなとかさ、そういうのはあると思う。だから世代が面白いですよね。やっぱそうなんだ、ね、僕の世代がね、日本のオーケストラやって、でイギリスのオーケストラで録音すると、うん、イギリスのオーケストラってビートルズとかフログレ詳しいので、うん、オーケーの人がね、確かにそれが面白いところもあるし、逆に日本のオーケーはそのさっきのあれもそうだけど、ちょっと尺八っぽいとか、うん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 、ちょっと日本のお祭りっぽいってとこはもう説明しなくても分かる。そうね、締め太鼓のサウンドのカラーの作り方とかすぐにね、面白いなぁと。あ、確かに確かに、今回もちょっと賛美歌的なものが出てくるんでしょ。出ますね、イギリスのオーケーだとね、うん、なんかこう反応の仕方が、うん、ノーブな響きが全然違うので、ね、あ、まあそうだろうね、ちょっとウェットな感じになるのかな。それも綺麗なんだけど、うんうんうん、でもね、でもさっきリハーサルでもおっしゃったように、その賛美歌のようにコラールのようにって言ってくれると、まあ、次にまたそれやるときにちょっとイメージが変わっていくと思うし、うん、でもやっぱりこうあれはどちらかというと動物のコラールだからね、うんうん、本当に人間的イギリス王室みたいな感じではない、なんかこう群れの中でタヌキたちがこう合唱してるようなコラールっていうか、了解了解、そういう感じなんですよね。うん、いや楽しいです。いや、でも本当にこういう機会を、ありがとうございます、よろしくお願いします。